狙撃手。狙撃手とは、標的から長距離を隔てて、狙撃銃などの銃で狙撃、精密射撃を行うために、正規の訓練を受けて専門化された要員である。狙撃手は、軍事組織、準軍事組織に所属する歩兵である者と、警察などの法執行機関に所属する者に、大別される。日本語では、英語平読みのスナイパーとも呼ばれ、選抜射手等の精密射撃を行う、各種要員を含めて講義に用いられている。現在確認されている限り、英語で、狙撃手を意味する、スナイパーという単語は18世紀後半に中印、英国武官が本国に宛てて送った書簡内に登場するものが最古で、この書簡では単に狩猟の名人を指す言葉として用いられている。その語源となったのは野鳥のタシギ、スナイプであった。タシギはその性質や逃亡時の飛行パターンから当時の狩猟用銃器の精度水準では仕留めることが困難だったため、タシギ猟を他の鳥類の狩猟を特別してスナイプシューティングと呼び、これが略称となってスナイピングとして定着し、そこからタシギをうまく仕留められるほど優れた猟師のことをスナイパーと呼ぶようになったとされている。英語圏において弓矢や銃等の投射兵器で精密射撃を行う兵士を指して用いられていた言葉は主にシャープシューター、射撃の名手であった。現在用いられる狙撃手としてのスナイパーという単語は第一次世界大戦期に新聞等の報道機関がシャープシューターやマークスマン、選抜射手をまとめて指す言葉として用い、これが定着したものである。軍隊や警察による狙撃は、原則として専門の訓練を受けた狙撃手によって行われる。狙撃が行われる状況は様々だが、共通していることは適切な位置まで移動して、待ち伏せを行い、相手に悟られずに狙いをつけ、少数の弾丸で目標の敵や、犯罪者を確実に殺害あるいは無力化することにある。狙撃手を狙撃に専念させるために、周囲の状況把握や命令伝達、場合によっては接近する敵の排除などを受け持つ、観測手、スポッター、オブザーバーとペアを組んで活動する。この観測手は狙撃手としての技術を持つ人員が担当する。これにより意思疎通がスムーズにでき、互いに役割を交代することで負担を分散できるようになる。変則的な例として、狙撃手に汎用機関銃手と小銃射手を加えた3人チームで行動していたセルビア紛争の事例がある。これを目撃した傭兵の高部正樹は、注意力の維持や負担の軽減のみならず、相談数や連射力に乏しい狙撃銃の火力を補い、広範囲に対処できる。極めて有効な戦術だったと述べている。狙撃銃は軍用あるいは民生用ライフル銃の量産品から精度の良い個体を選び出し、スコープ照準器などの追加装備を施したものが使用されていたが、近年では当初から狙撃専用に開発された製品もありする。精度の問題から従来は一発必中を求めてボルトアクション方式ライフルが主に用いられたが、近年では、ミュンヘンオリンピック事件の影響などで、射撃精度を犠牲にしても、第2弾を素早く発射できる、セミオートマチック方式ライフルの製品も増えている。戦艦機から第二次世界大戦にかけては、自動小銃を狙撃に用いる構想も一部の国では、存在した。継続的に資金弾を送ることによる、制圧効果を期待してのものだったが、戦後一般の小銃手にも広く自動火器が配備されたことで廃れた。軍事行動での狙撃手は必然的に身を隠すことになり、高度なカモフラージュの技術を求められる。目立ちにくい色の服や迷彩服を着用し、その上からさらにギリースーツと呼ばれる植物を模した服をかぶったり、植物を身に巻くなどの工夫がある。これは敵に、どこからともなく撃たれるという心理的な圧力を与えることも期待している。基本的に観測手を伴って行動し、単独では困難な長距離射撃における射弾の観測と修正を担当させる。観測手は経験を積んだ狙撃手が担当し、狙撃手への射撃の指示や射弾の修正量の計算は未手が行う。また移動の痕跡が少なく、敵に発見されにくいことから、斥候、偵察兵としての任務を兼ねる場合がある。このため軍隊の狙撃手と観測手には、敵情を正確に判断、把握する能力や記憶力なども要求され、目標排除のために必要であれば、航空支援、火砲による支援砲火の要請、巡航ミサイルなどの精密誘導兵器の標定、誘導なども任務に含められることがある。ベトナム戦争時、アメリカ軍の狙撃手、カルロス・ハスコックが敵司令官を追って長時間匍匐で移動し、発見されることなく暗殺に成功したが、この際、ハスコックは死尿をすべてズボンの中に垂れ流しにしていた。生物として回避できない排泄であっても、痕跡を抹消することを優先した。この行為は、狙撃兵の任務を表す一例として引用されている。軍事行動の場合、狙撃手の基本的な任務は、脅威度の高い目標の排除となる。敵狙撃手を探知及び排除する、カウンタースナイプ任務なら、優先目標となるのは、敵の狙撃手であり、この他に、対戦車兵器の射手、機関銃手等、その場での脅威度が高いものが目標となり得る。また、指揮系統や部隊運用能力の麻痺を狙って、大隊の困難な高級将校や通信兵、衛星兵を狙う狙撃がある。これを避けるため、兵士と将校が同じスタイルの軍服を着用するようになり、将校に対する敬礼が省略されて、階級の上下を問わず先に敬礼された方が答礼を返す方式となった。また所持品や装備の面でも双眼鏡や拳銃、マップケースなど一目で将校とわかる特徴は出さないように工夫され、ベトナム戦争以降のアメリカ軍では階級章の材質を高級将校も兵士も同じにするなど違いを目立たせない工夫が図られるようになった。敵兵士に強いプレッシャーを与えて敵の進行を遅らせる地対戦闘を目的とする。狙撃はカウンタースナイパーと呼ばれ、たった一組の狙撃兵によって敵部隊を一つ足止めするといった大きな効果を現ることがある。この場合、負傷者を出して手当てに人手を割かせるため、あえて止めを刺さないなど、長期的な影響を狙った選択が行われることがある。狙撃による攻撃を受けた場合、狙撃手はカモフラージュによって位置を隠蔽しているため、大まかな位置を割り出した後は、火砲や迫撃砲による砲撃か、航空隊による空爆を用いて、目標一帯を面制圧するような大規模な手段を用いる場合が多い。市街地など砲爆撃が行い難い場所においては、多数の兵士を投入して、数で制圧する対処法がある。多数の兵士が交錯する集団戦では、誰の攻撃が味方を殺害したのか判別が難しいのに対して、狙撃兵は単独もしくは少数で行動しているため、殺害者を特定した上での報復として、捕虜となった狙撃兵が虐待、殺害されることもあった。また、第二次世界大戦において、連合軍上陸後のフランスでは、居残ったドイツ軍狙撃兵が、手持ちの弾丸を使い切るまで連合軍兵を射殺しぞくった後に投降してくることがあり、投降する前に殺せという命令を下した指揮官もおり、一般部隊の兵士には狙撃を卑怯とする風潮もあった。味方からも畏怖混じりの称賛を受ける一方で、精神的嫌悪感や敵の強烈な報復攻撃などの厄介事を招き込みかねないため、疫病神扱いされることもある。帝政ロシア軍やソ連軍、第二次世界大戦前後の時期のポーランド軍には、狙撃師団あるいは、狙撃兵師団と呼ばれる部隊が存在していた。これは、日本陸軍が、矢という言葉を翻訳するにあたり、従来、不評と訳してきた語と区別するために造語したものとされる。言語に忠実に訳せば、射撃師団のような意味合いで、従来の戦列不評。重装不評に対する散兵戦術を用いた軽不評に相当し、実態としては不評師団と変わるところはない。同様の理由から、ソ連軍やロシア連邦軍の機械化不評も日本語では自動車狙撃兵と呼ばれる。確認されている戦闘中の狙撃の最長距離記録は、イギリス陸軍、ブルーズ&ロイヤルズの近衛騎兵軍曹が達成したものである。2009年11月、アフガニスタンのヘルマンド州、ムサカラ県で、ハリソン軍曹は L115A3 を使って、タリバンの機関銃手を2475メートルの距離から2名続けて射殺した。クトゥーラプーア外部弾動学ソフトウェアは、ラプーアから提供されるドップラー抵抗係数の連続データを用いて、その射撃は、滞空時間約 6.0 秒で2475メートル飛んで、運動エネルギーの 93% を失って、初速秒速936メートルから秒速255メートルに減速し、当初の車線から 121.39 メートルもしくは 2.8 度落下して標的に当たると予測した。かなりの長距離と滞空時間であるがゆえに、秒速 2.7 メートルのわずかな欧風でさえも、その射撃を標的から 9.2 メートルも偏流させ、その補正が必要となる。計算では水平射撃シナリオを想定し、16.2G、ラプーアロックペース B408 弾を装填した、イギリス軍特注の高圧、338ラプーアマグナムカートリッジを使い、銃口初速秒速936メートルで発射された。同地の2009年11月の平均的な大気条件は、海面構成気圧1019ヘクトパスカル、現地気圧899ヘクトパスカル、湿度 25.9%、気温摂氏15度であり、これでムサカラでの標高1043メートルにおける空気密度ローイコール 1.0854 kg 毎メートルとなる。ハリソンこの駅兵軍曹は、環境条件は長距離狙撃にとっては完璧で、無風、好天、良好な指定であったと報告書で述べている。BBC のインタビューで、ハリソンは観測士と、ペアで標的に最初に着弾するまでに、約9発撃たねばならなかったと述べている。2017年6月23日、カナダ軍特殊部隊は、狙撃兵が3540メートル離れた距離から、マクミランのライフル銃、TAC-50 を使用し、過激派組織、イラク・シリア・イスラム国、ISIS の戦闘員を撃することに成功したと発表した。狙撃成功は、世界最高記録となる。警察行動での狙撃では、ほとんどの場合、絶えずその発砲の適法性を入念に検証される。犯人の間近に人質が存在する場合、その保護のため目標の確実な無力化、射殺ではなく、抵抗力を奪う程度に負傷させることが求められる。狙撃は確実を期するために、可能な限り目標に接近して行われ、複数の射手が同時に行動する場合もある。射界を広く取ることで、全体の状況を監視する役目を負うこともあるため、通常高台や周囲を見渡せる場所などへ配置される。また、ヘリコプターに搭乗して上空から狙撃を行うこともある。警察の狙撃手は、軍隊の狙撃手とはその任務や戦術を含めて多くの点で異なる。警察の狙撃手は、警察活動の一環として、通常は比較的短期の任務を行うことが多い。警察が狙撃手を用いるのは主に人質事件の場合である。これらの点で、大規模な部隊の一員として、戦場で抗戦する軍隊の狙撃手とは異なる。SWAT などの特殊部隊の一員として、警察の狙撃手は交渉人や近接戦闘訓練を受けた突入部隊と共に配備される。警察官として、彼らは生命に対する直接的な脅威がある場合の最後の手段としての射撃するよう訓練されている。警察の狙撃手にはよく知られた格言がある。命を救うために命を奪うことを覚悟すべし。警察の狙撃手は通常は、軍隊の狙撃手よりもかなり近距離で射撃する子が多く、一般的に100メートル以内であり、時には50メートル以内のこともある。警察の狙撃手も、軍隊の狙撃手も、それぞれが重圧の下で難しい射撃を行い、一発で射殺することも多い。狙撃装備を持たない、警察部隊はSWATなどの特殊部隊に頼ることがある。そうした特殊部隊には、専門の狙撃手がいる場合もある。いくつかの警察の狙撃部隊は、その運用当初、軍隊の援助を受けて始まったものもある。警察の狙撃手は、イベント警備の際に、例えば高いビルなどの有利な位置に配置されることもある。ある事件では、米国オハイオ州コロンバス警察部、スワットの狙撃手マイク・プラムが、自殺志願者の男が手に持っていた拳銃を狙撃して、撃ち落とし、彼を傷つけることもなく、自殺を防いだ。警察における狙撃手の専門的な訓練の必要性は、1972年のミュンヘンオリンピック事件において明らかになった。ドイツ警察は、この事件の最終局面である空港での立てこもりの期間中、専門的な警察官や装備を配備することができず、結果的にイスラエル人の人質全員が殺害された。ドイツ警察には通常の警察官しかいなかった。一方、1972年時点でドイツ軍には狙撃手がいたが、ドイツ陸軍の狙撃手をこの事件で用いることは、ドイツ憲法が国内事件に軍を用いることを明示的に禁止しているため不可能であった。この事件に対する取り組みとして、後に国境警備隊の傘下にテロ対策特殊部隊 GSG-9 が設立されることになる。狙撃が要人暗殺や連続殺人などの手段に用いられ、重大な事件やテロリズムに発展した事例が存在する。詳細は狙撃手実行や解決に狙撃が用いられた事件を参照。実在した犯罪者、狙撃犯。ジョン・アレン・ムハンマド、1960年12月31日から2009年11月10日は、アメリカ合衆国の元アメリカ陸軍の狙撃手であり、連続殺人犯でもある。2002年2月16日から10月23日にかけて、主にワシントン DC のベルトウェイや複数の州に約8ヶ月にわたり17人を射殺した。当時アメリカは見えないスナイパーとして全米を震撼させた。同年10月23日に逮捕された。取り調べで全事件を自供し、起訴された。その後の裁判でムハンマドには死刑判決を受け、2009年11月10日に死刑が執行された。狙う位置は関係する狙撃手の種類によって大きく異なる。一般的に300メートル以下の距離では戦わない軍の狙撃手の場合、胸を狙って胴体に当てようとすることが多い。これらは射弾を頭部や四肢よりも大きな胴体へ確実に命中させ、体の組織や臓器に損傷を与えたり、出血させることで相手を殺そうとするものである。一般的に軍の狙撃手よりも近距離で任務を行う警察の狙撃手の場合、体の特定の部分あるいは特定の物体に対して、より精密な射撃をしようとすることが多い。例えば2007年にマルセイユで起きた事件では、ジプンの狙撃手が80メートルの距離から自殺をしようとしていた警官の短銃を狙撃して破壊し、その警官が自殺するのを防いだ。標的が動いている場合、弾丸が飛ぶ間に標的が動く分を見越して、標的の未来位置へずらして狙う必要がある。狙撃手は人を狙うこともあれば、物資を狙うこともあるが、敵の中で最も重要な人員、例えば将校などの指揮官や通信兵などの専門技術兵を狙い、それによって敵の作戦を最大限に妨害することを図ることが多い。その他に狙撃手が狙う対象としては、狙撃手自身にとって直接の危険をもたらす敵兵、例えば、しばしば狙撃兵の捜索を行う軍用犬を扱う兵などがある。狙撃手は、その外見や振る舞いで敵の指揮官を特定する。例えば階級章や通信兵に話しかけている、車両に乗客として乗っている、銃卒を従えている、双眼鏡や地図ケースを持っている、しばしば移動しては何かを話していることなどを手がかりとする。もし可能であれば、狙撃手は、階級の高い順に狙うが、階級がわからない場合は、敵の通信を妨害することを図る。現代戦では、損害の多くは何らかの運用員を必要とする兵器によるものがほとんどなので、狙撃手の最も有効な使用法の一つは、偵察である。狙撃兵は、高い潜伏技術、浸透技術、優れた長距離観測装備と、敵への接近、監視技術を活かすことができる。偵察の役割を与えられた場合、重要度の高い標的を撃破できる機会がある場合に、限り交戦を認める交戦規定が与えられる。ダネル NTW-20 やビワンザックのようなライフルは純粋に対物ライフルとして設計されたものである。例えば、駐機している航空機のタービンディスクやミサイル誘導パッケージ、高価な光学装置、ベアリング、レーダー装置の導波管などを狙撃する。対物ライフルを装備した狙撃手は、レーダー板、水タンク、乗り物のエンジンや多くの他の標的を狙うことができる。バレット製やマクミーラン製の50口径ライフルのようなものは、対物専用として設計されたものではないが、対物ライフルとして求められる射程と破壊力を従来の多くの対物ライフルよりも軽量なので実現していたため、しばしば対物目的に用いられた。他の口径、例えば408シャイアンタクティカルや338ラプーアマグナムなどは限定的な対物目的に使うこともできるように設計されているが、理想的には長距離対人狙撃用の弾丸である。マケートは敵が見つけて拾うように何か物を落としておくことである。イラク戦争では武器や弾薬を拾うことは敵対の証拠とみなされた。狙撃手たちはわざと武器を落としておいて、それを拾うものがあれば交戦した。ワシントンポスト紙が引用した法廷文書によれば、米軍の非対称戦グループは導火線、プラスチック爆弾や弾薬を落としておき、それを拾ったイラク人を殺すことを狙撃兵たちに奨励していた。標的が複数ある場合、狙撃手は場所を変えることが多い。狙撃手はある場所から数発撃った後、敵が自分の場所に気づいて反撃してくる前に敵に見えないように別の場所に移動する。狙撃手はこの戦術を強みとしてよく使い、混沌と混乱の雰囲気を作り出す。また稀なことではあるが、風の影響を受けないようにするために場所を変える場合もある。日本軍は大正時代から狙撃銃の研究をはじめ、後に97式狙撃銃、38式改め、狙撃銃、99式狙撃銃として開発採用された。これらの狙撃銃、総生産数約32500丁は一般不評の選抜射手に支給され、これを狙撃手とし、第二次世界大戦の核戦線で運用された。現代では自衛隊の普通科部隊及び特殊部隊、特殊作戦群、特別警備隊、警察の銃器犯罪に対応する部隊、銃器対策部隊、特殊吸収部隊など、海上保安庁の特殊警備隊に狙撃手が配備されていい。自衛隊では M24SWS を対人狙撃銃の名称で採用している。警察や海上保安庁では、主に銃器を使用したテロや武装しての立てこもり事件などに投入される。関連参考項目、暗殺事件の一覧、米陸軍特殊部隊の狙撃手として33人以上の命を戦場で奪い、死神との異名を持つニコラス・アービングは、PTSD の苦痛について以下のように述べた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。